まままです。す。よろししくお願いいたします、えー、最近はですね、YouTube の方がちょっとですね、更新が進んでおりませんでですね。えっと、で、なんで進んでいないかと言いますとですね、まあ最近またあの SNS というか、インターネットいろいろなツールがありまして、えーと、Facebook Live っていうものをですね、えっ、ー、と、最近やり始めてで、まあそれを毎日更新してるんですね。でえー 全部をねあの毎日やるのが一番いいのかもしれませんが毎日やってたらちょっと大変なことになってしまうので、まあ、どこかを減らそうかっていう時にちょうど YouTube が毎日配信は、えっと、連続記録が途切れたのでね、えっと、それを機に少しずつちょっと更新が減っている次第でありますで、えっと、じゃあ YouTube の活用方法どうしようかなと思って ってったところ、まあ、たまにですね、えっ、ー、と、Facebook ライブをやってる姿を収録したものをアップロードしてみようかなという,う思いにいたり、えー、今日はまあその日ということでございます。えー、ちょっとですね、今からあのー、まあこの YouTube の方は収録ですけど、今からライブしてる姿をまあ録画して、えー、そちらを YouTube にアップしたいなと思っております。よろしくお願いいたします。えー いろいろね、あのー、試している最中でおります。 え何卒引き続き応援の方よろしくお願いいたしますまあ今日のお話はえー、っとフェイスブックライブ45回目なんですけども柳沢慎吾さんとの思い出話から学ぶことという話をしたいなと思っておりますそれでは YouTubeYouTube じゃないフェイスブックライブのほこを今この画面の横にですねえー、っとフェイスブックライブ用のおカメラ、まあ、iPad ですけど iPad を用意して、えー、これからスタートしたいと思いますはいでは行きましょう はいどうも、こんにちは。浜でございます。えー、皆様いかがお過ごし,お過ごしでしょうか ?2020 年の12月14日となっております。えー、皆様はですね、えー、素敵に過ごされていますでしょうか私は本日もですね、えっ、ー、と、喜んで活かされております。一重に皆様のおかげでございます。ありがとうございます。はじめましての方よろしくお願いいたします。私は東京を中心にですね、えー、自分磨きのための演技教室、浜アクトライフスクールを代表しております。浜本信弘と申します。えー、23の時にですね、役者になると上京し、今45歳です。で、まあ、途中から ね、芸能界の方は全く事務所を離れてからは、えー、今現在はですね自分自身でスクールを開いて、まあ、演技をツールにしてあくまで演技をツール、えー、と役者のための演技教室役者を育てるための演技教室というよりかは、えー、と演技をツールにして、えー、生徒さん一般の方が主になんですけども。おもお メインとなる、えー、とパーセンテージを進めて占めてる多い割合が、えー、一般の方々が、えー、と受けに来てくださってまして、えー、例えば自分をね変えたいとかね行動力を持ってみたいとかね、えー、とこういう人になってみたいとかっていう方を願望をですね演技をツールに、えー、とそういった、えー、目指すべき方向に。えーえーと 進めてあげるような学校でございいいいままますすすそういうスクールを運営しししておおりますよろく願た最近ですねフェイスブックライブを始めたので、えー、と自己紹介かてらいろんな話をしている最中でございますでまあ芸能界にですねありがたいことに23から、えー、と30中盤までぐらいまでですかねなんだかんだで事務所にいてまあ自分で小劇場で演劇活動とかもいろいろさせていただいてでまあとそのうちの4年間だけで ですかね、20代後半から30代前半の4年間だけなんとかあの芸能生活だけで飯が食えたっていう時期がありましてまあその時の。 体験が、今思い返せば、もうすべてが宝と言いますか、すべてが勉強になることだなぁと思って、えっと、振り返りつつですね、思い出話を振り返りつつ、うんと、今僕のフィルターを通して、えっと、学ぶべきことをお伝えしております。よろしくお願いいたします。ということで、えっと、今日はですね、第45回目配信で、柳沢慎吾さんとの思い出話から学ぶことということでございます。よろしくお願いいたします。柳沢慎吾さんとはですね、えっと、オバハンデカ、さすが姫子、 なるという作品で、えっ、ー、と一緒にご一緒させていただいて、でありがたいことにですね、まあ僕みたいなえっとそんなにね長党ってもないですし、えっ、ー、とだ役者生活からしても全然後輩なんですけれども、もう柳沢慎吾さんはですね。 テレビで見るままがででですね、裏,裏でもテレビで見るままなんですよ。で僕,僕にもねすごく気さくに話しかけてきてくださいますし「ハムちゃんハムちゃん」ってねよろあのすごいね本当に気さくなんですね。で、えー、と持ち逆の「うー」っていうのもね「あのやってください」とか言わないのに惜しげもなく出してくるんですよ。うー ちゃんこれ知ってるって知っとるわいと思いながらねああすぐ存じてますみたいな感じでもうすっごいずーっとしってです、ね、ずーっと喋っててで普通はですよ普通それドラマの現場なんですけども普通は、まあ、今は知りません今は、えー、とご柳澤信五さんの動向は知りませんけど当時ですね当時ですねな本番って言ったら普通は本番って言ったら、まあえー、と暗黙のルールでみんな静かになるんですよ。あのー 音をすごくねあの芸能界のドラマとか映画とかってすごく音を、えっと、気にするので例えば細かいことで言うと飛行機の音とかが遠くでブーって聞こえていっても一旦止まるんですね撮影現場は止まりますしえっとまあもちろん救急車とかまあもちろん止まりますしなんかこう例えばちょっとしたなんか突発的な音 パーンとかなんかなってもまあとりあえずまた取り直ししますしとにかくですね音ってすごいねシビアに、あのー、収録されるんですねロケだったら特にまあえっとみんな関係者は少なくとも関係者は C だしあのちょっと周りのいる方々もちょっとご協力お願いしますみたいなのでお静かにお願いしますみたいな形でスタートするんですよなので本番って言って本番の声がかかると関係者は基本的にはみんな 静かになるんですけど、もう、柳沢慎吾さん、喋り止まんないから、うう喋って言ったら、もうスタッフさんから、あの、慎吾さん、ちょっとすいません、静かにしてください、みたいなことを言われるわけですね。そしたら、もうその時もお茶に見にですね、送られちゃった、送られちゃった、ハムちゃんとかっていう感じで、なんかすごく気さくな方で、めちゃめちゃ楽しい時間を過ごさせていただいたんですね。それが、僕がね、ありがたいことに、その作品は、役付きっていうか、まあ台本上に役がある名前で、 通演させていただいたただので高速というか撮影期間がまあまあ毎日に近いぐらいで、えー、1週間半か2週間ぐらいあって。 のかかなな毎日は行ってないか、まあ、1週間半か2週間の間にまあ連続してバーッと行ったので仲良くというかまあ顔もすぐ覚えられて、えっと、僕の仕事のその4年間の仕事のなんかパターンというと大体ワンシーンに1日行ってすぐ帰るそれだけだったのでなかなか他の役者さんと仲良くなるっていうのが少なかったんですけど、まあ、その作品はあ,のありがたいことに定期的にこうい で、なので、あー、ハムちゃん、ハムちゃんって覚えていただいたって形ですね。で、あの、よくしていただいて、とっても、あの、い、嬉しいというか、ありがたい思い出になっております。で、で、そっからですね、2年。 か3年かちょっと詳しく覚えてないんですけども、まあ、時を経てです時を経てまた柳沢慎吾さんと同じ現場になったんですねでその時がですねもうね昔すぎてあのタイトルすら覚えてないって「<laughs> 警視庁特殊部隊512」っていう作品なんですけどもまあそれで、えー、と柳沢慎吾さんが出演されてて、えーとまあ、僕もうありがたいことにそこに携わらせていただいてで シンゴさんがこう現場にね入るところの姿をお見かけしたので、まあダッシュでね走ってって、えっ、ー、と、あの時、まああの、オバハンディアサスが姫子っていう作品ですね。あの時何々でお世話になって、ハモートです、おはよざますみたいな感じで挨拶をしに行ったんですよ。行ったら、あれだけめちゃめちゃ可愛がってくれてたから、もう覚えてくれてると思ってたら、まあ見事にですね、覚えてない <laughs> もう、ね、見事にですね、はっきりと言われましてね、覚えてないて <laughs>、ね、あのごめんね、なんかもう毎日いろんな人と会ってるからね、覚えてないんだよ、ごめんね、ごめんね、謝ばよーとかって言って去っていきましたけど、<laughs> 本当にね <laughs>、あのー、それを、この思い出はねそれ、それも思い出なんですけども、えっと、その思い出から僕はですね、やっぱり、はっ はっきりたもその時は <laughs> 覚えてないんかーいと思いましたけど今考えたらなんかそこでね社交辞令とかねなんかこう「ああどうもどうも」って普通の人はするしまあその覚えてないっていうことだけじゃなくてねなんか自分の意見を爽やかにはっきりと丁寧に伝えるっていうのはこれ重要だなと思うんですよねそうすることによって後腐りがないというかその時になんか本当は心で思ってるにもかかわらずなんかモゴモゴしてうまく言えず 過ぎて行ってっなんか後々ごちゃごちゃするぐらいだったら嫌なら嫌あのできないなできないあ無理ですとかねなんかあそれ僕行きませんとかね今日飲み会行きませんとかねなんかもうスパッスパッスパッってね爽やかに言う、うん、なんかこうちょっと後ろめたいように言うと人は何だよあいつさあ誘ってもさあとかさなんかやってやったのにさあとかみたいなことになりがちですからじゃなくて爽やかにね「ありがとうございます」「でも今日はちょっとやめときます」みたいな形でスパッとね言うっていうのをこの伝え えるっていうのね、しかも瞬間的に、うん、っていうのはね、重要なんじゃないかとね、僕は思うんですよね。それをすごく学ばしていただいたエピソードでしたという話でございます。はい、ということでね、えっ、ー、と、今日もいい感じの時間になってまいりましたね。8分も、えー、しゃべっていただいて、さっさとしゃべらせていただいてありがとうございます。ということで、えっ、ー、とですね、今日もね、あの東京の方はすごく晴天ですから、皆さんもね、あの素敵な一日に、なんか天気予報ではなんかこう、雪がね、全国的に、えっ、ー、と、 初雪が見られるかもみたいな流れにはなってましたけどもさあどういう感じで寒くなっていくのかわかりませんがえーとまだまだねコロナ禍も落ち着きませんしまあこれからね寒くなってえー、と通常の風邪であるとかインフルエンザであるとかいろいろ流行ってくると思いますから、えー、季節の変わり目ではございますえーとそれでね、えー、年末に向けてということでございますから皆様ご自愛くださいませえーと素敵なね今日もね一日にしてくださいそれでは今日も良い日にする ということでよろしくお願いいたします。じゃあねー、ありがとう、バイバイと、まぁ、あ、こんな感じでね、えっ、ー、と、やっております。あと、今ね、ちょっと、その、ライブの後にね、いつもね、ツー、ストリーム、ストリームヤードだっけな、ストリームヤードってツールでね、あの、 フィードバックっていうのなんていうのアンケートみたいなのが出てくるんで、それをいつも答えてはいるんですけども。はい。はい、こんな感じですね。はい。ということで、えっ、ー、と、まぁ、あ、こんな感じで少しね、えー、少しとか定期的にできたらね、あのー、YouTube の方もアップしていきたいなと思っております。こんな感じでちょっと、なんかライブのものを録画したものになって、ちょっとどうなのかはよくわかりませんが、えっ、ー、と、Facebook でつながってない方はですね、あのー、 少なく少ないんですけどもあの YouTube 最近やらないのってね何か言っていただいて <laughs> あ,のありがたいなと思って YouTube をちょっと楽しみにしてくださる方も、えー、といらっしゃいますのでまああのちょこちょことこういった形で今できる範囲内のね時間内で私のあの24時間の時間内にできることで今 YouTube を更新するならばえっ、ー、と Facebook ライブをやってる模様を録画したものを アップロードするっていうのが一番ベストかなと自分の中で感じておりますのでまあこういった形の配信がしばらく続くかもしれませんあとはまあね何度もあの Facebook じゃないや YouTube 上でもお伝えしたかもしれませんけど1分間の物語ですねえっ、ー、とそちらもねまだ全然出演者募集しておりますしもう僕自身がなんか出てねなんか その作品としてアップロードができていければいいなという思いもあります。はい、まあ今後ねどうなるかわかりませんが、少しでもね応援してくださる方がいらっしゃるっていうのは僕の中で励みでの励励みとなっておりますので、え今後とも応援の方よろしくお願い申し上げます。それでは今日もね皆様良い日にするということでありがとうございます。バイバイ。